アドバイスとしたら、やはりその自分自身が興味持っているものを、あの、調べて、そっちの道をなるべくフォローするのもいいと思います。やっぱり、好きなことをやらないと、毎日がちょっと辛くなると思うので、私もすごくありがたいのは、毎日自分が興味があるものをできる。 のが本当にありがたいです。そして好きなことをやると、自分自身の、自分に自信を持てる。でそれもすごく大事だと思います。特に、女の子たちは多分、自分の意見を言うのも辛い時もあると思うんだけど、いろんなことを勉強して、自分のことを分かって、自信を持って意見を言えるようになるように、 頑張ってください。